虫太郎の折り紙チャンネルへようこそ。私、虫太郎のオリジナル折り紙を解説気取ってまいります。今回折るのはこちら。カニです。使用する折り紙は東洋単色折り紙、金色 15cm×15cm です。では早速折ってまいります。まず半分に四角く折ります。はい、続きましてもう半分に四角く折ります。はい、次にこのように開いて潰して三角形を折ります。反対側も同様に開いて潰して三角形を作ります。続きまして、この下の部分ですね、ここを開いて、この下の真ん中の部分をここに頂点にくっつけるイメージで開いて、このようにぴったりと合わせます。そしたらこの真ん中の部分ですね、ここをしっかり通って中までしっかり通って、で次にこの線を中心に持ってくるようにこのように折ります。でこの時下の角ですね、角と角を合わせると綺麗に折ることができます。はい、反対側も同じように、次にひっくり返してこちら側も開いて、この中で潰してこのように閉じます。続いてはこの部分ですね、下のこの四角くなっている部分をこのように開いて、このように開いてここを潰します。
ここにあらかじめこの三角形の線がついているので、このまま開いてこの線に沿って潰して頂点を合わせます。中を潰していってください。こちら側も同じように、繰り返して反対側も同様の作業をします。でここでしっかりと潰して形を整えてください。この時に、折り紙の白い部分が見えないようにしっかり折ると、仕上がりも綺麗になりますので、白い部分が見えないようにですね、注意しておってみてください。はい、続きましたら、今こちら、この小さい三角形が上を向いている状態です。で、これ4箇所あるんですが、これすべてこのようにこの中央からこの真ん中の線、この平行の線、水平の線ですね、こちらに合わせて。こちら側も同様に、ひっくり返して同じ作業をします。今このような状態ですね。はい、次にこう開いていただいて、開くと同時に、今作ったこのパーツと反対側のこのパーツを下げながら、これを下げながらこの開いたこの下の部分ですね、これを上げます。これのこの状態で開いて、両端のこれですね、これを下げながらこれを上げます。でここでしっかりと潰していただいて、で今上げたやつですね、これをこの真ん中のこの垂直の線をこの水平の線に持ってくるように中に線を入れつつこのように折ります。でもう片方ですね、どう同じように潰していただくとこのような状態になります。反対側でやってみますね。ここを開いてこれを持ち上げると同時にこの2つですね、2つが下がるイメージです。はい、そこにしっかり通り目を潰して、この縦の線を横の線に持ってくるようにこのように折ります。でここでしっかりと合わせて残りを重ねます。はい、そうしましたら、
この部分ですね、折った時に下がったこの部分をしっかりとまた元に戻します。裏返してこちら側も、このような感じになっています。横から見るとこのような感じですね。5つのパーツができました。でこれがそれぞれ、カニの爪とあと他の4本の足になります。はい、では、じゃあ爪になる部分からですね、作っていこうと思います。まず今この、こちら三角形一旦このように開いてもらって、今度この斜めの線を横の線に合わせてぴったり通ります。もう一度開いてもらって、今度この線とこの線とこの線でこのように折ってもらい、この真ん中ですね、真ん中をこのように折ります。このように半分になりました。こちら側も同じように折っていきます。繰り返して今度は、カニの足の一番後ろの足ですね、こちらも途中まで途中までは、爪と同じ作業になりますので、このように折ります。で足の場合はもう一旦開いてもらって、これをさらに半分に折ります。この真ん中の線をこの下の横の線に合わせるようにこのように折ってください。はい、次にこの線ですね、この線で反対側に折るんですが、この時にここを袋状に開けて、このように開けて、でこれをここにぴったり合わせます。そうすると自然にこのような形でここも半分に折ることができます。次にこれをもう一度開いてもらって、今できたこの線ですね、この線に沿って反対側もですねこの線に沿って
折り上げます。するとこのような感じで、このような感じになりますので、もう一度開いてもらって、最後に今できたこの線をまた半分に折っていきます。これで半分になりました。足が爪の部分ですね。爪の部分はこのままでいいです。足の部分はこのように細くします。はい、足の部分反対側も同じように詰めていきます。このようになりました。爪のパーツと4番目の足のパーツが今できています。はい、続いて、他の残る足ですね。この真ん中の3つが他の残る足の部分になりますので、これも今このような状態なので、これを全て半分にしていきます。どちらからでもいいんですが、まずこの後ろから2番目の足ですねと、真ん中の足を作っていきます。まずこれを半分にするんですが、こちらの、ばらけている方、このばらけている方のパーツを半分にしていきます。まずこうしっかり押さえてもらって、押さえないと、形が崩れてしまうので、ここしっかり押さえてもらって、これですね、これ1枚をめくって、この線をこの線に合わせるように半分にしていきます。この時しっかり左手で押さえ てください。そしたら今度逆にして、この線にこれを合わせていきます。なので今度は逆の手でしっかり押さえてもらって、このように半分にします。でこれをさらに半分にしていきます。もう一度開いて、今つけたこの線と先ほどの線に合わせて同じように、少し難しいですがこのように折ります。でそれと同時にこちら側もここ先ほどつけた線と元ある線と合わせてください。このようにしてみると重なっているかどうかがよくわかります。でこの時にこのばらけている部分が崩れてしまうので、しっかり押さえながら出てこないように爪などを使って押し込みます。はい、このような状態になりました。次にもう一度開いて、今出てきたパーツを先ほどの線で折り上げます。
このような状態ですね。そしたらこれをまたさらに半分に折っていきます。これでしっかり全体で潰して、ここの作業は終わりです。であと、3箇所あるので同じように半分にしていきます。反対側、こちら側はこのように全て細くなりました。で続いてこちら反対側ですね、同じようにやっていきます。はい、すべて半分にし終わりました。この半分にしたいのが爪の部分になります。なので次は爪の部分ですね。これを持ってもらって、このように持ち上げます。で、ここで
ここで半分にするイメージですね。ここ。この線、この斜めの線に乗っけるイメージで、ここで半分に折ります。で、折るとここに、このように袋ができるので、この時点で潰してください。反対側もやります。少し持ち上げて、この線をこの斜めの線に乗っけるイメージで、タコで潰します。で、これでタコの袋の部分をここで潰します。これ爪のパーツになります。これがあと4本の他の足になります。次に、顔となるパーツですね。爪のすぐ後ろのこの1枚、これをこの点をこの1枚下までぴったり持ってくるイメージでこのように潰してください。はい、そしたら一旦開いて一旦ちょっと爪を下げます。でここ開いたら真ん中で一旦このように指を入れてもらってさらにこのように開きます。こうですね。でこれを開いて潰すんですが、ここの部分とこの部分、この角にこの線の交わる部分を結ぶ線を作ってこのように潰したいのでしっかり開いてもらったらこうですね、ここの、ここにしっかり線が入るように潰します。潰した後も微調整は全然可能ですのでなるべく綺麗に折ってください。はい、続いて、このように、今折った部分ですね、2箇所あるんですがこのように上に持ち上げてください。ここですね。そしたら、持ち上げたこの真ん中の線を斜めの線に合わせるようにこのように折ります。一旦開いて反対側もこの横の線を斜めの線に合わせるようにこのように折ります。ここでまた開いてもらって今度は、カニの目を作ります。なので、ここでぴったり真ん中にするんではなく少し真ん中より上の方を少し潰してこのようなイメージでしょうか。説明難しいんですが、少しこっち側を多く取ってこっち側を少し少なく取るイメージですね。で潰すとちょっとこのような少し不格好な感じです。このような感じになります。ここは一応、きれいにとんがっていないイメージですね。このような感じになりますのでこの上の部分を少し開いてここを半分にするイメージ、この細い部分ですね、さらに半分にするイメージで押したらいいか。でここで止めます。ニュアンスが難しいかもしれないんですけども
で真ん中で、作るのではなく少しずらして形を作っていきます。で一旦戻してもらって、そしたらこれをこのような感じで戻してあげると上に開いてあげるとカニの目になります。こういう説明が難しい部分は何回も手を動かして挑戦してみてください。反対側も作っていきます。まずここに合わせて折って開いて、反対側も合わせてこのように折ります。少し この三角形の真ん中で折ると、ぴったりなんですが、少しずらしたところでこのようにこちら側を折ってあげると、全体的にこのようにずれてきます。なので最初に折ったこの線も少し多分ずれることになるとは思います。少しずれてるので、先ほど作った片方としっかり形を合わせて、この形を作っていきます。こんな感じですね。で、上の部分をここの部分を半分にしていきます。で、上に折り上げて目ができました。次に今度はお尻部分ですね、先に作りましょう。ひっくり返してこの1枚ですねこの1枚をまずこの後ろの足を下げて、この斜めの線をこの平行の線に合わせるようにこのように折ります。で、一旦全部折らずにこれで緩く止めておいて、反対側もこのように折ります。で、ここで一旦と全部折れなかった理由は、これがカニのお尻からお腹の部分ですね。メスが、卵を抱える部分を作りたいと思っております。だいたい中央から8ミリぐらいですかねのところで、このように平行な線を入れます。で、ここは決まった答えはないんですが、だいたいこの辺りですね。もう一回やりますね。こうで、こちら側もこう折って、で、全部折り切らずに中央から 7-8mm のところでこのように留めます。で、中心線をしっかり守りつつこのような形に作っていきます。はい。で、次に上から3ミリ、4ミリぐらいのところですかね。で、このように折り上げて、で、一旦ここでここを潰します。それと同時にこの両端ですね、両端も
て潰していきます。これこの時しっかり中心線を押さえてずれないようにしてください。この時一番形が崩れやすいので、いろんなところに注意を払って折ってみてください。こうですね。ちょっと形が崩れているので直します。そうしましたら、これをさっき、折り上げたんですが、同じところこの線ですね。でまた戻してください。このような感じですね。さっきはこうなっていたところをこの線でまた戻します。はい、次にこの部分を同じようにこの線に合わせて半分に折ります。こちら側も同様に。これが、メスが卵を抱える部分になります。これを細くすると、まあ、オスになるんですが、これでいいと思います。はい、続きまして目がちょっと潰れちゃってます、はい、顔の部分になります。先ほど作った、反対側の目ですね。このパーツを、このように持ち上げてください。で次にやることはこの上の線ですね。短いこの線を真ん中の線に合わせるようにこのように折ります。でこの時、目のパーツも一緒にくっついてくるので形が崩れやすくなりますから、しっかりと造形をしながら線に合わせてください。目が立っている状態ですね。このように、はい、次にこの一番最初から残っているこの三角形の部分ですね。これを後ろ側のこのお尻の部分のこの短い線より少し前ですかね。でこのように折ってください。中心線をしっかり合わせてください。ここで折ります。次にこの部分、これでカニの甲羅の部分を作りますが、先ほど作ったこの後ろのこの線ですね、これと同じ幅で結ぶ線をここで作ります。それと同時にこの2枚重なっているものをこの下の線に合わせていきます。こちらと同様にこの線をこの線に合わせて折っていきます。ここでなんかいろいろ分厚くてパーツが多いので
しっかり揃わないんですが、このようにちょっとずれてしまいますが、そこは一旦無視して進めていってください。このようにここの幅と同じだけ残して、このように折ります。でこの時点でしっかり折らないで、このような感じでふんわりと残していただければと思います。次にこの部分ですね、この部分を反対側のこの線に沿って折ります。これはしっかり折っちゃってください。こちら側も同様に、はい、でここから少し難しくなっていきます。足を作りながら、他の足、2番目の足とか3番目の足、あ、そうですね、足全部を一気に作っていくイメージになりますので、同時に作業を行います。まず今この状態ですが、これをこのパーツですね、このパーツを持ち上げつつ、このように半分に折ります。それをしつつ、今度このここでですね、さっき作ったところを、これの線をこの上の線に合わせるように半分に折ります。でこうまた余り残しておいてください。というのを同時にやります。なぜ同時にやるかというと、一つずつ丁寧にやっていってもいいんですが、そうすると切れてしまう可能性があるので、形全体を見ながら少しずつ進めていきます。ここでもう一本足が描かれてますね。で今、作ったこの1番目の足、これをこの時点で半分に折ります。このような感じで、で反対側も同様に、この中途半端に向いてる時点で半分に折っていきます。で、今これ片方だけなんです。片方だけでやるのは難しいので、反対側も同じ作業をします。まずこの大きなパーツを持ち上げて、半分に折りながら、このパーツですね、甲羅とつながっている部分を、端っこだけを半分に折ります。でこれまでいったら、最初の足を半分に折って、うまいことが一つ一つパーツでやってもいいんですが、やっぱ破れる可能性があるので、全体をずらしながらというか、作っていきながらやった方が確実かなと思います。この時に先ほど作った目とか結構ひどいことになってしまいますが、無視してください。でここで、甲羅のここの位置ですね、しっかり決めていければと思います。この決まりはないので、納得いくまで好きな位置を探してください。はい、次にさっき作ったこのパーツですね、後ろから数えて2番目の足、
これをまたこう半分にしたいんですが、これ無理やりやると切れますので、また全体をこう中央に寄せながら、こうですね、少しゆとりを持たせてから、ここでやっと半分にします。でこの時反対側も同様に行っていきます。全体を中央に寄せながら、ここを半分に折ります。なんとこのような感じですね。パーツはできているんですけれども、これがまだ形になっていない状態です。でこれを少しずつ詰めて形にしていこうと思います。で先にひっくり返してお腹側ですね、こちら側に来て、今このような感じでこの部分、この部分とここのここが立っている状態になっているので、ここここから見るとこの状態なので、この部分を思いっきり潰していきます。ここですね、ここに親指を入れてこちら側と潰していきます。このような感じですね、はい、また軽く潰したら表側に戻って、全体を中央に寄せつつ形を作っていきます。でここでここが切れそうな場合は、ここで一回反対側にこうやって折ってあげると、少し余裕が生まれてちょっとやりやすくなりますので、うまくいけばやらない場合もありますが、これを反対側に折ってあげてください。少しずつ潰れてきて感じらしくなってきました。で甲羅の部分も足の部分も一緒に両方からこう中央に寄せる感じで形を作っていってください。それぞれの足も分かるようにこのように折っていきます。上下ひっくり返します。まだ完全に形にはなっていませんが、パーツができているので説明します。これがカニの爪の部分ですね。でその下に目となる部分がここにあります。2箇所で、それをその上に甲羅の部分ですね、これがあります。で足が4本ありまして、ひっくり返すとこの卵を抱えるこの部分ですねがあります。であとはこれをしっかり、カニらしく作っていく作業になります。まずはここらでしょうか。ここの部分の潰しが足りないと、分厚くなって作業がしにくいので、しっかりここを潰してあげます。そして表にして、このここですね、一応少しこのぐらいでしょうか。で軽く折ってください。で正面に向けて
この目と目の間ですね。目と目の間に。こういうふうに持ってきます。目がちょうど甲羅のこの間から出るようなイメージで配置してください。こうですね。甲羅があって目がしっかりあります。ここの形もまた後で整えることはできますが、ここをしっかり折らない方がいいと思います。続いて、この各足のパーツですね。一旦ひっくり返して、まずこの後ろの、一番後ろの足からやります。切り出さない。このままでいいですね。この表側からで、この先をまず爪でつまんでいただいて、これを、このように段をつけます。でそれをあともう一箇所ですね。これに段をつけます。はい、反対側も同じように先に爪でこのように折って段をつけます。でもう一箇所。これは図鑑とか見ながら調整してください。次にこの足ですね。これも同様ですね。ただ、若干違うのは分厚いということなので、すごくやりづらいです。やることは一緒です。何枚も紙が重なっているので、かなり握力を使うと思います。こちら側も同じように。で、今度この足ですね。ここは比較的薄いので、大変やりやすいと思います。最後にこの一番前の足、ここが太くて硬いですね。しっかり潰してから同じ作業をします。この時顔とか爪とかもう触りまくってるので多分すごく潰れてると思いますが、後で直します。このような感じで作りました。で甲羅、先ほど言ったように、甲羅とかも触りまくっているので少し形が崩れているので、この時点でしっかり直します。で各足もしっかり独立して見えるように折り目をしっかりつけて分けてください。
で、続いてこのお腹のこの部分ですね。このままでも別にいいんですけれども、少し変化をつけてあげようと思います。2段ぐらいですかね。段を入れてあげると、リアルに近づくかなと思います。この段線を入れて、少し戻す。こうですね。その少し上で同じように線を入れて少し戻す。で、先っちょは少しだけ折ってあげると、そうするとよりこのお腹らしさが表現されていると思います。じゃあ最後に爪の部分ですね。まずしっかり線をつけた状態で、まずここの部分を開きます。ここしっかり開いた、このように開いた後、今度こちらの部分ですね、もう一枚重なっているのでここを開きますが、全部一気に開いてしまうと収集がつかなくなるので、ゆっくり開いてもらって、全部開ききらずこのような感じで止めていただければと思います。このような感じですね。で、ここからは、中に空気を残しつつ折るので、しっかり折ってしまわないように気をつけてください。まず、この爪の先ですね、このぐらい3ミリぐらいのところでこれを折ってあげますちょっと折りすぎた、折りすぎると爪が短くなっちゃう。3ミリぐらいですね。そしたらこの今先に折った3ミリを底辺に三角形を作ります。このような感じ、ここですね、三角形を爪の先に作ってあげます。この三角形を一旦半分にして、そうするとちょっと爪っぽく V のような形になります。で、これをさらに半分に折ってあげます。こうですね。そしたら次は爪全体を作っていきます。このように軽く開いてもらったら、これをやんわりとこう全体を包むようにやんわりと半分にしていきます。こんな感じですね。もうしっかりと本当は線をつけたいところですが、それができないのでやんわりとこう少し引っ張りながらやると、このように潰れてくれますので、横に空気が入っている状態ですね、しっかり。で、これを、爪の中に残しつつ、ここら辺を押さえていきます。で、爪の先っちょですね、手の部分ですね。全部折らずに、ここら辺で一旦止めてもらって、
で、ここで最終的にこのような形で。形を作っていきます。正直紙なんですけれども、紙というよりかは粘土をいじっているような感じなので、説明が難しくて申し訳ないです。何度か挑戦してみて、やってみてください。で、この手の、この付け根の上ですね、ここにちょっと余分な紙があるので、これを内側にしっかり折ってあげてください。これは別にやらなくてもいいです。次に反対側も同じように、ここを一旦開いて、もう一度開いて、この時開く時切れやすいので気をつけください。全部開き切らずにいいところで残します。で、この先っちょ3ミリぐらいのところで、折っていただいて、この折った線の底辺に三角形をこの先っちょで作ります。作った三角形を半分に折って、さらにそれを中で折って半分にします。はい。で、これを、空気を包むようにこのような感じで優しく折っていきます。このあたりですね。爪の部分をこのように折って。で、この付け根の部分ですね、余ったパーツを中に押し込んであげて、すっきりさせます。あとは全体的に形を整えていこうと思います。同時にやらなきゃいけないところも多いので、いろんなとこ触っていくうちに形がこのようにどんどん崩れてきますね。なので最終的にしっかり造形をしていくことが必要となります。反対から上から見ても形が崩れていないかをください。目がしっかり出ると可愛い感じが出ると思います。
自分はよくポーズ取るときには片方は口に近づけて、片方は少し下に下げてというふうにしております。どんなに頑張ってもこのように白く、線が出てしまいます。ですが、最初の折り方とか、常に気をつけていると、このようなぐらいで済むのかなと思います。もっと上手な人は綺麗に多分できると思うんですが、なかなか難しいと思います。足ですが、一番後ろの足をこのまま、このように寝かせて徐々になんか立たせていくと、この置いた時にベタッとならずに少しなんか立体的に見えるかなと思います。この部分は、折り目をしっかりつけない方が、この、なだらかな線というか残した方がカニっぽく見えるかなと思います。こちらで完成となります。いかがでしたか？もう途中から多分どこがどうなってるのか分かんないっていう部分が多々あったと思いますが、一つ一つあの足を作っていくんではなくて、足とか甲羅とか、爪とかのパーツができてから全体的に一気に作り上げていくというイメージで作っていただければと思います。そうしないとどこか一箇所に、テンションがかかってしまって切れてしまうとか形が崩れてしまうっていうのがありますので、何度も諦めずに挑戦していただければなと思います。ちなみに、カニのモデルは、赤手ガニをモデルとしています。自分の住む地域は、赤手ガニとか黒弁慶ガニが、生息している地域なので、普通に道を歩いていても歩いていることがあって、今も赤手ガニを10年以上飼育しています。なので毎日見ているからっていうのもあるのですが、まあ、愛着があって好きなカニですね。はい、では、ご視聴いただきありがとうございました。何卒よろしくお願いいたします。